4対2、内側から1番、2番、3番、4番、5番、6番の並び。1秒前スタートしました。優勝戦の第12レース、1番、3番、5番、奇数艇がいいスタート。1マーク逃げる1号艇の佐藤弘明をまくる3号艇の赤羽克也、刺すのが4号艇の中口博隆、向こう正面4号艇の中口が一歩へ先を出していきます。スタートは前提正常でした。優勝争い4号艇の中口一歩前、アウトから3号艇の赤羽が追走中。2マーク4号艇の中口が先行する。3号艇の赤羽、ここは攻めきれなかった。振り切ってきた4号艇の中口博隆が単独のトップです。